ええー、あんた、また生き残ったのかいなんとなくはわかってるんだろうあの片腕の鬼が、元は何者だったのかいいふ <laughs> そうかい。その方がいいかもしれないね。何の因果か。塩素の炎に焼かれ、鬼となり。 苦しむ者がいた。あんたはそれを終わらせた。それだけのことさね。あんた、覚えておきな。遠佐はもう、積もる先を失った。戦が続けば、世はもっと、 とひどいことになるだろう。だからって、あんたが代わりになることはないんだよ。さあ、もう大ゆき、あんたには、あんたのお役目がなすべきことがあるんだろう。